ゆっくりシャッフル能量祭、冷やしシャンプー飲むの始めました。丸々に適当に入れて遊ぶのやめんかい。そんなわけで今回はコラボ会よ。ゆっくりパパレシピチャンネルさん主催で、私たちを含めて5つのチャンネルが参加するんだな。概要欄に他のチャンネルのリンクも貼ってあるから見に行ってほしいよん。それで私たちは最後ってことなので、私が鳥を飾るということね。確かにあんたは鳥ね。その鳥じゃないだろ。それでコラボの名前からして冷たい料理を作るんだけど、何を作るんだ。それは阿弥陀で決まるらしいわよ。この5種類の中から割り当てられるのね。すぐすと書きたら調理に困りそうだな。そもそも選択肢にねえよ。うどーん。それじゃあ冷たいうどんを作るんだな。そんなわけで今回は牛肉と大根おろしにネギを使っておろし肉ぶっかけでも作ろうと思ったんだけど、店とかで売ってるの煮込んだ牛肉とおろしが相性良くてうまいよな。ねえ霊夢、思うんだけどって何かあるの。それはね、はい、牛肉じゃなくてチャーシューを使うことになりました。なんで。今回はシャッフル農業祭ってことで、それぞれ揚げた材料がシャッフルされるのよ。詳しいルールはゆっくりパパレシピチャンネルさんの動画で出ているからよろしくね。それじゃあ次の材料も、もちろんルーレットで決まるわ。スリザリンはやだ、スリザリンはやだ、スリザリンはやだ。アリコタかよ。アジュカバン、私を解き放て、私は人間だ。もののけの姫かな。どうせなら薩摩藩が良かったにょん。それも違うでしょ。それで材料はチャーシュー、レモン、しめじに決まったわ。それでどんなうどんを作るんだ。まずは今回はお手軽に調理は電子レンジで済ませましょっか。暑い時はなおさら火を使いたくないしな。それでチャーシューは鶏肉にして、つゆを塩レモンでさっぱり、しめじは口直しに甘辛く味付けしてみようかしら。鶏チャーシューいいな。ちょうど鶏を務めてくれるやつもいるわけだし。え、逃げたぞあいつ。鶏肉は鶏使おうねってことで、材料紹介妙音。うどんは今回冷凍うどんを使うわ。これなら電子レンジで調理できるしね。粉からじゃないんだな。粉からどうやってレンジで調理するのよ。うどんを踏む時に乗せると良いと思うんだし。ただのおもしじゃねえか。鶏胸肉にしめじにレモン、これがメインの食材たちだね。小ネギ、生姜チューブ、顆粒鶏ガラスープ、お塩、胡椒、ごま油、顆粒だし、お酒、みりん、それにお醤油よ。これで材料も揃ったね。農業祭だしさっぱり冷たいもので量を取るとしましょう。だな、名前の通りにしっかり頭を冷やすんだぜ。農業祭じゃないからね。冷えピタでも貼ってなさい。マリサの頭も冷えたところ調理開始よ。まずは鶏チャーシューから作りましょう。鶏胸肉を包丁で半分に開くわ。チェスト鶏チェスト肉。ちなみに今回作るうどんは1人前だけど、鶏チャーシューとしめじの調理は作りやすい分量を作ってるから、だいたい2回分ずつくらいね。詳しい分量、材料は概要欄にも書いてあるにょん。開いた鶏肉はフォークで全体を刺してくるくるっと巻いて、ようじで両端を止めておくわ。プスプスっとね。ビニール袋にお酒を大さじ3杯、みりんを大さじ1杯なんだぜ。塩を小さじ半分に、生姜チューブを小さじ1杯入れたら、胡椒をお好みでパラパラ振って鶏肉を15分ほど漬け込むわ。ようじでビニール袋を破かないように注意なんだぜ。この間にしめじの調理もしちゃうわよ。石突きを取ってほぐしたしめじを耐熱容器に入れて、私たちは初めからほぐれてるのを使ってるんだぜ。醤油を大さじ半分、みりんも大さじ半分、ごま油を軽く垂らしたら、顆粒だしを小さじ半分入れるよ。そしたらあえてラップをかけたら600ワットのレンジで1分半チンするわよ。あとはこれの粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やしておきましょう。今回は冷たい料理だもんな。あんたは顔面いつまで冷やしてんのよ。つけておいた鶏肉の方も耐熱容器に入れて、ふんわりラップして、まずは600ワットで4分間レンジでチンするわよ。レンジ2回目だからってチンチン言ってんじゃないわよ。チンチン言わないで。そうしたらこれをひっくり返すんだな。再度ラップをして600ワットで2分チンするわ。ほら、霊夢が怒るからレンジが拗ねちゃったんだぜ。レンジが拗ねてんじゃないわよ。それがあんたの仕事でしょ。レンジさーん。レンジがピンチなんだぜ。鶏チャーシューは粗熱が取れたら、用事を外してスライスするわ。ちょっと出かける用事があったんだけど、前見えないしやめとくんだぜ。そっちの用事じゃないのよ。いい加減冷えピタ外しなよ。冷凍うどんは指定の時間通りにレンジでチンして、締めて冷水で冷やしてお。レンジのリベンジなんだぜ。なんかレンジさんの色が闇落ちしてるんだけど。そう。それじゃあスープを作って仕上げよう。レモンは半分使うんだけど、上に乗せるように何枚かはスライスしておいて、残りは絞るわよ。ちなみにレモンを使う時にはポストハーベストのこととかあるから、使う前に調べてみると色々わかるんだぜ。下処理の方法も色々あって正直混乱するのよね。みりん大さじ1杯をレンジで煮切って、アルコールを飛ばしたいんですが、よろしいでしょうかオレンジ様。めっちゃ下手になってるんだけど。っていうか、をつけるとみかんになってるにょん。煮切っていただいたみりんを丼に入れたら、顆粒鶏ガラスープを小さじ2杯に、塩を 1g 程度入れて混ぜて溶かすんだぜ。そこにレモン果汁を小さじ1杯入れるわ。これはお好みで加減して良いし、最後にスライスしたレモンを乗せるから、それを絞って味変しても良いわよ。生姜チューブを小さじ1杯入れて、水を 300cc 入れるんだね。水はキンキンに冷えてる方が良いわよね。これも混ぜて溶かすんだな。ここにうどんを入れて、用意した具を乗せていくんだぜ。ちなみに鶏チャーシューとしめじは作った量の半分を乗せてるよ。最後に小ネギをかければ、冷やし塩レモンうどんの出来上がり。なかなか涼しげな感じにできたと思うわ。見るからにさっぱりしてるよね。だよな、なんだか目元がスースーしてくるんだぜ。それは冷えピタのせいよ。それじゃあ、いただきます。さっぱり爽やかながら、しっかりした味なんだぜ。
どうやって食べたのその状態で。確かに味付けはしっかりしてるけどレモンの風味で後味さっぱりね。レモンの酸味には甘じょっぱいしめじが箸休めになってるね。鶏チャーシューもボリュームあって良いんだぜ。今回も美味しかったわっていうか、あんたそれいつまでつけてんのよ。これちょっとビームでそうでかっこよくないか。バイキロクスじゃないのよ。その前に直撃なんだけど。くるきせ